以上で通告の届けのありでのありました質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認め、通告の届けのありました質疑を打ち切ります。次に本日追加提案のありました議案第144号ないし同第148号に対する質疑に移ります。本案件に対する質疑は通告制によらず、発言は挙手の順に許可することとしたいと思いますので、ご了承願います。以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認め、質疑を打ち切ります。次に日程第4による即決案件の議事を進めます。案件を不議いたします。議案第119号、同第144号なし同第148号を議題といたします。これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。本案件につきましては、委員会付託を省略し、本会議自らの審議として議事を進めることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認めます。よって採用を決されました。さらにお諮りいたします。この際、議員間討議および討論を省略し、直ちに採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認めます。よって採用を決されました。お諮りいたします。議案第119号、会津若松市議会参考人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例、同第144号、議員の派遣について、同第145号、議員の派遣について、同第146号、議員の派遣について、同第147号、議員の派遣について、および同第148号、議員の派遣について、以上の6件につきましては、これを原案のとおり決することにご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認めます。よって議案第119号、同第144号、あ、失礼しました、議案第119号、同第144号、同第145号、同第146号、同第147号、および同第148号については、原案のとおり決定されました。さらにお分かりいたします。ただいま可決されました議案第144号ないし同第148号の議員の派遣の内容について、今後変更を要するときは、その取り扱いを議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認めます。予定は採用を決されました。次に日程第5による議案等各委員会付託に移ります。議案第120号ないし同第143号、および陳情第5号、以上の諸案件については、印刷の上申し上げているとおり、各委員会所管別審査付託区分書のとおり委員会付託とし、審査を進めてまいることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認めます。よって採用を決されました。次に報告第14号および同第15号については、報告のとおりご了承願います。以上で視聴提案の本日の審議は全部終了いたしましたので、視聴をはじめ説明員の皆様方はここで退席願います。暫時休憩いたします。再開を13時といたします。再開いたします。次に日程第6による議事を進めます。選挙第4号選挙管理委員会および補充委員の選挙を行います。本選挙は選挙管理委員および補充委員の任期が本年12月20日をもって満了となりますので、その後任の委員および補充委員について、地方自治法第182条第1項および第2項の規定に基づき選挙を行うものであります。まず選挙の方法についてお分かりいたします。選挙の方法については、投票と指名推薦がありますが、本件による選挙は投票の方法によることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認めます。よって本件の選挙の方法は投票によるものに決定されました。なお本選挙の手続きについては、地方自治法第118条第1項の規定により、公職選挙法を順用することになりますので、あらかじめご了承願います。さらに申し上げます。選挙管理委員の委員数および補充委員の数はそれぞれ4名でありますので、当選人は投票数の多い順に決定いたします。なお得票数が同数の場合は、地方自治法第118条第1項の規定により順用する公職選挙法95条の規定により、くじで定めることになりますので、あらかじめご了承願います。まず選挙管理委員4名の選挙を行います。議場を閉鎖いたします。なお議員の方は席を離れないようにお願いいたします。
ただいまの出席議員は28名であります。投票用紙を配布いたします。なお念のため記載の方法についてあらかじめ申し上げます。投票は短期無記名であります。投票用紙には1名の氏名だけを記入願います。投票用紙の配布漏れありませんか。配布漏れのないものを持ってみてみます。職員をして投票箱を温めさせます。以上ないものと認めます。投票用紙に記入願います。それでは投票を開始いたします。投票は議席順にお願いいたします。投票漏れはありませんか。投票漏れはないものと認めます。投票を終了いたします。議場の閉鎖を解きます。直ちに開票に移るわけでありますが、会津若松市議会会議規則第34条第1項の規定により2人以上の立ち会い人とともに点検を行うことになっております。お諮りいたします。立ち会い人2人として議長からご指名申し上げたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場ご異議ないものと認め、ご指名申し上げます。小倉幸太郎議員、内海はじめ議員、以上2名の方をご指名申し上げます。ご指名のとおり、ご異議ありませんか。満場ご異議ないものと認めます。よって採用決定されました。直ちに開票を行います。両議員の立ち会いを求めます。
ただいまから選挙の結果を報告いたします。投票総数28票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。有効投票数28票、無効投票数0、各人の投票数、渡辺久雄さん11票、馬場和弘さん5票、星照代さん5票、長尾誠樹さん4票、木野秀夫さん1票、庄司亮さん1票、渡辺俊明さん1票であります。以上の通りであります。この選挙の法定得票数は2票であります。よって会津若松市、門田町、大和座、新寺、阿座、村東、938番地の22、渡辺久雄さん、会津若松市、大塚2丁目4番3号馬場和弘さん、会津若松市西年宮1丁目2番15号星照代さん、会津若松市柳原町1丁目8番18号長尾誠樹さん、以上4名の方が選挙管理委員に当選されました。次に補充委員4名の選挙を行います。議場を閉鎖いたします。なお議員の方は席を離らないようお願いいたします。ただいまの出席議員は28名であります。投票用紙を配布させます。なお記載の方法について改めて申し上げます。投票は短期無記名であります。投票用紙には一人の氏名だけ記入を願います。投票用紙の配布漏れはありませんか。配布漏れはないものと認めます。職員をして投票箱を改めさせます。以上ないものと認めます。投票用紙に記入願います。それでは投票を開始いたします。投票は議席の順にお願いいたします。投票漏れはありませんか。投票漏れはないものと認めます。投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。直ちに開票に移るわけでありますが、会津若松市議会会議規則第34条第1項の規定により2人以上の立ち会い人とともに点検を行うことになっております。お諮りいたします。立ち会い人は2人とし、議長からご指名申し上げたいと思いますが、ご異議ございませんか。ご異議ないものと認めます。ご指名申し上げます。高梨博議員、吉田慶三議員、以上2名の方をご指名申し上げます。ご指名のとおり、ご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認めます。よって採用決定されました。直ちに開票を行います。両議員の立ち会いを求めます。ただいまから選挙の結果を報告いたします。
得票総数28票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。有効投票27票、無効投票1票、各人の投票数、木野秀夫さん9票、庄司良さん7票、渡辺俊明さん6票、小池晋さん5票、以上の通りであります。この選挙の法定得票数は2票であります。よって会津若松市北会津町上米塚1244番地、木野秀夫さん、会津若松市材木町2丁目344号、庄司良さん、会津若松市立山町3番21号、渡辺俊明さん、会津若松市川東町八田あざ桜井市37番地小池晋二さん、以上4名の方が補充員に当選されました。これをもって選挙管理委員及び補充員の選挙については終了いたします。以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。